から、あの、刀インプレ動画を撮りながら。あ、いや、楽しみ。オッケー。そうですよね。なんか思ったよりも刀ですよね、ちゃんと。ええ。やっぱすごい乗りやすかったですね。その、丸山さんが味気ないってけど、あの CB みたいな感じで。でもそれがいいみたいなって、それ分かりますね。あ、どうもお邪魔しました。おはようございます。おはようございます。はい、ということでね、ワイズファクトリーさんに最後のご挨拶をして、最後、あの、簡単に刀のね、もうほんのちょっとの時間ですけど、乗った刀のインプレでもしてみようかなと思います。で、今日僕、いつも以上に滑舌が悪いと思うんですけど、これですね、あの、被ってるヘルメット、まあ、レンタルヘルメットなんですけど、あの、ほっぺたのね、パッドがすごい、あの、張ってるんですよ。押しが強いというかね、そのせいでですね、ほっぺたの肉を奥まで噛みながら喋ってるような感じで、そのせいでちょっとこんな感じの変な、自分で喋ってて変な感じになってます。これいつもと変わんないよって言われたら俺いつも変じゃんってことになっちゃうんですけど、まあそこはね、あんまり気にしないでください。おい、ということでね、ここは何でしょう、環状2号って書いてありますね。ということでね、刀のインプレ行ってみましょう。で、まずね、もう一番第一印象ですよ。もう総括、乗りやすいですね。ちょっと感覚としてはね、あの CB、ホンダの CB に近いような、なんていうのかな、この万能感、優等生感がありますね。で、まあ、このそもそもこの直列4気筒の大型っていうのがね、そういう乗り味になることが多いんですけれども、まあ、非常に乗りやすいですね。なんかもうこれでいいじゃんって思えるというか、これ以上なんか必要みたいなね。そういうのがあります。まあ、ただそれをなんていうのかな、別の言い方すると味気ないって感じる人もいるのかもしれないですよね。あの、そういう場合はね、味気なくない走り方をすればね、絶対にこの先のポテンシャルがあるはずなので、その使いようですよね。まあ、ただこの万能感がありますんで、もうどんなあの走りをしても楽しいんじゃないかなと思いますよ。で、まずじゃあスタイリングの話からしましょうかね。で、いつもね、よく刀、この新型刀の話してると、ちょっと昔のね、往年の刀とちょっと違うところがあるので、そこがね、こんなの刀じゃないとかね、結構、強い言い方をする人もいるんですけど、僕的にはね、もうかなりこの当時の、まあ、刀のコンセプトっていうんですかね、それを現代で再現したら結局こうなるんじゃないかなっていう、あの、刀感があるというかね、そんな気がしてますね。まずスタイリングはね、これ実写見ると思うんですけど、まあ、刀じゃんって思いますよ。なんで結構気になるっていうのが、リアのね、リアシートが、あの、最近の流行りのこう詰まった感じのデザインになってるのが、もうちょっとこうとボテッとしててほしいっていうね、そういう感想というか、の方もいるんですけど、この形って刀の、あの、初代刀じゃなくて二代目刀の香りじゃないですかね。あの、リアのデザイン、あんな形してましたよね。なんでこの刀の歴史を総括していいとこ取りでまとめたらこれになりましたみたいな、まあ、そんなデザインなのかなと思ってるんですよね。あとは、あの、よく、なんか、高運気ハンドル、高運気ハンドルってよくみんな言ってるんですけど、これ、高運気ハンドルじゃないですよね、これ。これ、普通のバーハンドルですよ、これ。あの、高運気ハンドルっていうのはね、あの、当時、確か、何でしたっけ、セバハンがダメだったのかな、なんか、変な、ね、法律にはまって、で、それを日本に入れれないみたいなね。で、それを回避するための、なんか、苦肉の策でしたよね。で、それはこの、サスペンションのこう下から生えてる、そこからこうギュッて出るのは、それが高運気ハンドルでしたよね。なんで、これはバーハンドルですね。で、確かイタリアかどっかのメーカーがその高運気ハンドルを出してるのか、コンセプトかわかんないんですけどね、デザイン出してたんですよ。それ出るんだったらそれを入れたいなと思っちゃいますね。だから本当に高運気ハンドル化したいんですよね。
あとこの、操作感、乗りやすさなんかはこのハンドルのこの角度ね、非常にライダーに優しいですね、これね。でこの体の完全に起きず、前傾になりすぎず、なんでさっき CB とかって言いましたけど、 CB よりもちょっと前傾かなぐらいですかね。なんで非常にちょうどいい感じの、バーハンドルのね具合だと思いますよ。まあ、これ個人差もあるんでね、まあ、そこは変えちゃえばいいんで、元がどうだとかあんま関係ないかもしれないんですけどね。であとね、僕気になったのがこのリアシートね。でリアシートがリアシートじゃないよ普通にシートね、シートの形はすごくいいんですけどね、形はいいんですけど、実際こうやって乗ってみるとね、ちょっとシートの前傾が強いんですよね。なんでこういう信号待ちとかですぐにこう前に滑ってきちゃうんですよ。なんでね、その僕ちょっとこうケツ引きぐらいなねポジションが好きなんですけど、そこを維持するのがちょっと大変ですね。乗ってるとどんどん前にズリズリ来ちゃうんで、僕がやるんだったらこれアンコウ盛りかなんかしてフロントを上げたいかな。でこう前にね滑ってこないように、このシート表皮もねもうちょっとグリップのいいやつに変えたいなと思いますね。だこのシートのね、ちょっとリアシートのこう写真ちょっと載せてみますけど、リアシートのこのデザインいいんですよね。まあ、一体型なんですけど、後ろがちょっとこうパターンが入ってね、デザインシートみたいになってるんですよ。でこのねデザインすごいいいので、張り替えるにしても、まあ、こういうこのね雰囲気を壊さないように張り替えたいかな。次で純正オプションとか出てないんですかね、ハイシートとか。ということでね、まずこのエンジンなんですけれども、まあ、直列4気筒の大排気量です。これ 1000cc かな。すいません、僕ちゃんとスペック見なかったのでどういう素性のエンジンなのかわかんないんで、ちょっとここ乗せときますけどね、横の方にね。でこれすごいマイルドですね。なんていうのかな、昔 CBR の 1000WR って乗ってたんですけど、あれはもうジャキンジャキンね、ジャキンジャキンしたファイヤーブレードなエンジンだったんですけど、これはね、なんつうのかな、刀っていう割にはね、その鋭い感じではなくてね、すごいこう丸としたまろやかな感じですね。峰打ちされてるような、いや逆に痛いみたいなね、切られるより逆に痛いみたいな、そんな感じのエンジンですね。どんな感じだよって話ですけどでまあ本当に何の癖もない感じですね。ただ本当にギャンギャン回す機会なかったので、いやその辺はね、ちょっとサーキット走行インプレですとか、あとモーターステーション TV のね、丸山さんのインプレなんか見ていただくと非常に参考になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ本当癖がなくていいですね、楽ですね。でこのミッションなんですけど、これちょっとすみません、ちゃんと調べてなくて申し訳ないんですけど、あれオートシフターでもついてますかね。これちょっとね、このシフトアップの感じとかね、下手にこう回転自分で合わせていこうとするとね、なんかうまく合わなくてこうギクシャクしたんですよ。でおもむろにこうね、クラッチなんか握らずシフトチェンジしちゃった方が綺麗につながるんで、これもしかしたらオートシフターでも入ってるのかな。ちょっとねこの短い期間で、このシフトチェンジ感にね、慣れることができませんでした。まあこれもっとちゃんと乗ってね、慣れてくれれば全然問題ない話だと思うんですけど、まあそんな感想ですよね。いやセフィールのやつめっちゃ見てたね。刀バイク好きなんだろうな。おおすげえすげえ動きをしてるこいつでこれ今ねなんだっけ、フィンが回ってるんですけど、フィンじゃねえファンが回ってるんですけど、なんかねすごい音するの、ヒーンって音なんかスーパーチャージャーでも回ってんのかなっていうような音するんですよねこれ気分が上がります。あとはねこのエンジンの音量ですよね。これねこれ普通この4気筒のノーマルマフラーってこんな音したかなっていうぐらいに結構いいボリュームがあるんですよ。なんでこう音を変えたくてマフラーを変えるっていう気にはならない。それの理由でねマフラー変えようかなっていう感じにはならないですね。多分このエンジンのフィーリングをちょっともうちょっとこう抜けのいいフィーリングしたいなとかね、そういう理由でのマフラー変えたいなっていうのはあるかもしれないですけど、あと昔ながらのね何でしたっけ、吉村の守護官、
あんなの出たらいいなと思うんですけどね。出てるのかな、ちょっと調べてみましょうかね。ということで、もうね、返却場所が目の前に来てしまったので、簡単に総括するとやっぱり結局乗りやすいバイクなんですよ。なんでサスペンションの雰囲気はもうちょっとスポーツ寄りですかね。 CB よりも CB の方がもうちょっと柔らかくて、乗り心地重視って感じがするんですけど、こちらはもうちょっとねスポーツ寄り、これ僕すごい好みなんですよね、この感じ。それでこのね扱いやすいエンジンじゃないですか。で多分これ回せばそれなりに楽しくね走れると思いますんで、皆さん僕のこう僕のキャラじゃないって刀のキャラじゃないってよく言われるんですけど、でもねちょっと気になりますよね。ちょっとこれでもいいかなって思えるような一台です。ということで到着してしまいました。最後一周刀取っておきましょうかね。こんな感じでお世話になりました刀くん。 LED ヘッドライトかっこいいですね。こういう感じです。テールランプかっこいいね。はい、ということで今回、お世話になりました刀です。皆さんもね、機会あったら乗ってみるといいと思いますよ。ものすごくいいバイクでした。ということでね、今回刀インプレでした。ありがとうございます。それではまた次回。